アシル COA の一般式アシル COA は脂肪酸の代謝に関わる補行素である。補行素 A が細胞内で調査脂肪酸のカルボキシル元側の末端に結合することにより一時的に生じる。この後、補行素 A は調査脂肪酸から2個の炭素を外して脂肪酸から脱離してアセチル COA となりクエン酸回路に取り込まれ、 アデノシン三ン酸の生合成に使われる。ベータ酸化では、脂肪酸は、アシル COA シンテターゼによる、酵素反応で二段階で活性化される。まず、脂肪酸のカルボン酸イオンが ATP と置換することにより、アシルアデニラートが形成され、ついで脂肪酸のカルボニル炭素に、COA が嗅覚攻撃することにより、AMP と置換し、アシル COA が生成される。 中間体のアシルアデニラートは、加水分解の大きな自由エネルギーを持ち、解裂した ATP のリン酸無水結合の自由エネルギーを保存している。アシル元が COA に置換する2段階目では、チオエステル結合の形成に自由エネルギーが保存される。このため、エネルギーの変動はほぼゼロとなる。続いて起こるピロリン酸の加水分解は、初エルゴ本的であり、 アシル COA の形成を自発的、不可逆的なものとしている。ありがとうございます。